スターレットはトヨタ自動車が販売している乗用車である。パブリカのスポーティーな上級派生車として登場した初代はファストバックボディの2ドアと4ドアであり、1978年まではスポーティーグレードを廃止した2代目、パブリカも併売されていた。2代目以降は3ドアと5ドアのハッチバックボディを持つ。2代目と3代目は商用車登録の版も存在したが、 ピックアップトラックは作られず、パブリカピックアップが1988年まで継続生産されていた。前輪駆動化した3代目から最終モデルとなる5代目までターボチャージャー付き、エンジン搭載車も登場し、イダテン、カットビなど走りのコンパクトとしての異名を持つ。自社生産モデルの設計と組み立ては、トヨタ自動車のルーツでもある、トヨタ自動食器も参加している。 自社生産モデルは1999年に販売が終了したが、2020年にトヨタ自動車とスズキの協業の一環として、スズキがインドで生産しているバレエのの OEM 供給を受け、トヨタ通商を通じてアフリカ市場でスターレットの社名で販売されることが発表された。なお、同社はインド市場でグランザの名称でトヨタブランドで販売されている。 1973年4月に2代目、パブリカのスポーティーな上級シリーズとして、パブリカスターレットの名でデビュー。初代セリカで好評であった、フルチョイスシステムに習い、やや簡略化した、フリーチョイスシステムを採用していた。ボディスタイルは2ドアのファストバッククーペで、直線的なエクステリアデザインは、曲面主体の当時の日本車にあっては新鮮な、ものだった。同年10月、 4ドアモデルが追加され、トヨタスターレットとしてパブリカシリーズから独立する。搭載エンジンはパブリカと共通の 2K 型 1000cc と 3K 型 1200cc の2種で、1200cc はシングルキャブとツインキャブの2種が用意されていた。モータースポーツではサーキットレースをはじめ、ラリー、ジムカーナ、ダートトライアルなどに広く用いられた。中でも、 富士スピードウェイのマイナーツーリングレースで、日産、サニー、ホンダシビックとの熾烈なバトルが繰り広げられた。TRD からは、各種の競技用部品も市販されたほか、一部の有力チームには、DOHC ヘッドのスペシャルエンジン 137E が供給された。通称、1300スターレット。CM などでも、トヨタスターレット1300ではなく、 トヨタ1300、スターレットとされた。カモシカ風のエンブレムを冠した最後のモデルである。ボディアにボックススタイルのハッチバックに転換。エンジンは、先代モデルに用いられていた 3K 型の排気量をアップした 4KU 型、72馬力へ変更された。同時期のライバルは、FF のものが多く、大衆車の FF 化が進んでいた中で、FR のままデビューした。 駆動方式は変わらないがプラットフォームは新開発されている。同社のボトムクラスを担う車種でありながら同クラスで初めて全車にフロントディスクブレーキを標準装備したモデルである。他にも衝撃吸収ステアリングやヘッドランプクリーナーといった装備も存在した。リアアクスルは固定車軸ながら先代のリーフリジットから4リンク、コイルスプリングに変更されるが 後発の番のみはリーフリジットを採用するロックトゥーロック3回転のラックピニオン式ステアリングギアボックスを採用発売時のグレード構成は木目調インテリアやヘッドランプクリーナーなどの高級装備を奢った SE スポーツサスペンションなど走りを意識した装備の S 標準的な装備の両販グレード XL ベースグレードのデラックス廉価版の スタンダードとなっており、スタンダード以外は3ドアと5ドアが選択できた。前期型と後期型は同じ P60K でも内外観の印象は大きく異なる。後期型で電子燃料噴射方式仕様の SI が追加された。一方、日本で最初のシリーズ線形式のワンメイクレースとなったスターレットカップをはじめとする競技用ベース車に、 電ンカグレードも広く使用されたのは、ラックピニオン方式を用いた、クイックレシオのステアリングギアボックスやフロントディスクブレーキが全車共通装備であったことからである。1980年代にはこのクラスは FF が主流となったことからか、FR である、同社の中古車価格の値下がりが早く、またアフターマーケットパーツが豊富に存在したことから、 1980年代から1990年代にかけて競技用として普及し、レースやラリーで盛んに使用され、走り屋にも人気があった。かつてはマイナーツーリング仕様のワンメイクレース、スターレットグランドカップが存在したほか、少数ながら初期の全日本ツーリングカー選手権に参戦した実績がある。近年では2005年の D1 グランプリに、 エンジンや駆動系を大改造した車両が投入された。1981年に、チーム ACP により、パリダカールラリーに参戦、時間外ながらも完走を果たしている。当時のカタログに砂漠をかた走行するシーンがあった。ターセル、コルサの実績を踏まえ、2ドア3ドアクーペモデルのレビン、トレノーを除く E8 型系、カローラ、スプリンター同様、 駆動方式をようやく横置き FF に転換。フロントサスペンションは一般的なマクファーソンストラットであるが、ロアアームの部分が FF レイアウトに合わせる形で、これまでの i 字型ロアアームから E8 型カローラ、スプリンター用と同一の l 字型ロアアームに刷新され、リアサスペンションは簡潔なトレーディングツイストビームとして、稼働箇所と部品点数を極力減らす構成とした。 ガソリンエンジンの排気量は1.3リットルで、クロスフローバスタブ型燃焼室を採用した、直列4気筒サイチェシー12バルブの 2E 型を搭載。デラックスは受注生産で、リーンバーンエンジンの低燃費、スペシャル、パーシャルリーンシステム仕様が設定されていた。三速フローオートマチックも自流に合わせ多くのグレードに、設定されたがり、SI リミテッド。 常用サイレンカグレードの STD、バンの CDL は当初は設定されなかった。4速マニュアルは 2E の新開発のシンボルト型キャブレター車に設定。1987年にパブリカ、スターレットを通して初となる1.5リットルディーゼルエンジンの1、ノルマル型を追加、形式名は NP70 となる。前輪駆動となってからも、 リターボ R というモータースポーツ向けグレードが用意されていた。元々のスポーツグレードである SI ターボ S に比べると、ムットバンパー、商用グレード並みの内装など、快適装備類が削られ、より競技車両への改造が容易になっていた。KP 各方の後を継ぎ、サーキットレースをはじめ、ジムカーナやダートトライアルまで幅広い競技にエントリーした人気車種であった。 最良ハングレードは充実装備のリーズナブルな実用グレードのソレイユであった。女性仕様にリセがあった。ターボモデルは5ドアもあったが、販売台数は少ない。現在は車両価格の低さ、軽さ、4E エンジンへの換装の手軽さなどから耐久レースなどのベース車として活用されている。衝突安全ボディー、シースを採用。1.3リットルエンジンは、 サイチェシー12バルブから、ハイメカツインカム2となるが 82PS、EFI が 100PS、GT のターボ仕様が 135PS。1.5リットルディーゼルエンジンは 55PS である。スターレット発の4輪、ディスクブレーキを GT に搭載し、オプションの ABS はクラス発の設定である。先代まで続いた4ナンバー登録の商用モデルは廃止された。 上級グレードのガソリン車は、車体側面に16バルブ EFI または16バルブの文字が添えられた。1989年販売型にのみ見られる特徴として、リアコンビランプの上に、トヨタの CI マークとトヨタのエンブレムが併設されている。形式名は、前輪駆動モデルは EP82、4輪、駆動モデルは EP85、ディーゼルエンジンモデルは NP80。このモデルから、すべてのエンジンが DOHC か1気筒あたり4バルブになったが、初期の GT はシャーシに対して出力が上回っていた。ためアクセルを踏み込むと強いトルクステアで、ホイールスピンしながら加速するなど過激な車だった。これが、GT がジャジャ馬だと言われるゆえんである。後のマイナーチェンジで、足回りやブースト圧が見直され、 トルクステアもやや落ち着いたものとなる。ターボエンジンモデルも、去ることながら、内エンジンモデルも、歴代最高の出力を誇ったことや、価格の低さを買われて、レースに多用されている。特に、富士スピードウェイで行われている、アマチュアレース、富士チャンピオートレースの N1400 クラスは、2010年現在、この EP82 型が、モデルのワンメイクレースとなっている。 1989年販売型は SI は EFI 仕様 100PS で 5MT、4AT、s キャンバストップ X リミテッドが電子制御キャブレター仕様で 5MT&3AT、ソレゆけは電子制御キャブレター仕様で 4MT、3AT という組み合わせだったが、中期型からは全グレードでガソリンエンジンが EFI 化したのに伴い SI は S に 解消の上統合された。4WD 車とディーゼル車は、ソレイユ系デモモ MT、4AT が組み合わされる。特別使用車は、1992年改良型に GT リミテッド、ソレイユ L ル、メモリアル、ソレイユ L キャン、1994年改良型に、ソレイユ L ジーンズパッケージ等があった。 それへゆけいの特別使用者はいずれも、手動調整、加動式、カラードドアミラー、運転席ワンタッチ式、パワーウィンドウ電磁式、パワードアロック、大型ドアトリム、ラジオレスプラスにスピーカー、X リミテッドと、同衣装のフルホイールキャップ、リアドアのアームレストが特別装備として用意されていた。キャンは、電動系の装備はつかないが、エアコン、ストライプ、防弦インナーミラーが、 標準装備された。カタログモデルのソレーユエルは、セミキャップ付けスチールホイールとストライプテープ式の社名、グレード名ロゴ、日本スポークのウレタン製ステアリング、ホイール、ヘッドレストなしリアシートが特徴である。廉価グレードでありながら、中期型から、運転席ワンタッチ式、パワーウィンドウ電磁式、パワードアロックが、メーカーオプションに設定されていた。 サイレンカグレードのソレイユは、当時のカローラ版、スプリンター版よりも小さく取り回しの良いビジネスカーを求める、法人需要に応えるグレードとしてのポジショニングもあり、センターキャップスケスチールホイールプラス155、SR13 タイヤ、AM 電子、チューナーラジオプラス1スピーカー、手動開閉式、ドアガラス、加動式、ドアミラーなどの必要最低限の装備に絞られ、フロントワイパーは、 オフ、LO、ハイト2段階の設定であった。マニュアルエアコンは、ディーラーオプション設定であった。ディアワイパー、ディアウィンドでフォッカー、4ABS、運転席、SRS やバック、フォグランプ、パワーステアリング、デジタル時計、トノカバーなどの設定はなかった。一部特別使用車を除いて、GT は、パワーウィンドウパワードアロック、エアコン、 フルホイールキャップはすべてオプション設定。4WD モデル改め FR ドリ車仕様が雑誌ドリフト天国によって制作された。モチーフは前述の KP61 型でフェンダーミラーがついている。CM は加藤のりこが起用された。衝突安全ボディ5アとなる。形式名は前輪駆動モデルは EP91、4輪駆動モデルは EP95、 ディーゼルエンジンモデルは NP90。スポーティーな外観を持つモデルは、それぞれ 4EFE 型エンジンを搭載した自然吸気、モデルグランツァ S4EF と型エンジンを搭載したターボモデルグランツァ V という名称になり、3ドアのみラインナップされた。このモデルよりエアバッグや ABS を標準装備とし、当時のコンパクトカーとして安全への配慮も十分に行われた。 特にシートベルトプリテンショナー、フォースリミッターは当時かなりのコストがかかるため、高級セダン以外は装備が進んでいるとは言えなかったが、ターセル兄弟ともども1997年にクラス初として標準装備された。ターボモデルは本格的なスポーツ走行を目的とし、快適装備を省いたモータースポーツパッケージも用意された。EP91 型のターボモデルは 駆動系の保護と角のホイールスピンを防いで安全性に配慮し、一速発進時に下級圧を抑える機構が追加されている。任意でブースト圧を低く設定できるローモードスイッチは先代から引き継がれている。4EFE 型エンジンを搭載した自然吸気の通常モデルはルフレという名称になり、3ドアと5ドアがラインナップされた。 EP82 型搭載の EFI エンジンと同形式だが環境性能、運転性などを重視した中運により最大出力が下がっている。EP91 系ターボモデルはグランツーリースモシリーズやシトダカバトル01といったレースゲームに登場している。形式表記はトヨタの通例通りで KP、EP などである。最初のアルファベットはエンジン形式。 後のアルファベットの P は、車種、スターレットを意味する。P は、初代モデルであるパブリカスターレット、よび、先代のパブリカから引き継いだもので、P の形式は、後継車種であるヤリスにも引き継がれている。トヨタ自動車は、スターレットと、サスペンションやエンジン、トランスアクスルなどのパワートレインを共用し、形式が L で、ハッチバックが、類似車である、ターセル、コルサ、 カローラ2が存在するが、スターレットは単独の形式、P であり、姉妹車ではない。両系列ともに、第二開発センターの車種であるが、開発チームも分かれている。なお、セラは三代目スターレットをベースにした車であり、足回りやシートが共通である。ありがとうございます。